こんにちは、まほです。いつもありがとうございます。中キレでは中からキレイになる情報を発信してまいります。今日のお題はプチ衣替え断捨離という話題でお伝えしたいと思います。3月になってだんだん暖かくなって、花粉はひどいんですけれども、春の陽気に近づいてきましたよね。それでもまだ結構寒い日があるっていうのが3月ですよね。全部一気に衣替えをしてしまうには早いんですけれども、少しずつ衣替えを進めていくということで、第一段階春の衣替えをしていただければなと思います。徐々に作業ができますので、いっぺんにするということがなくて楽になります。そして段階的にやることでその後の作業が進みやすくもなりますので、おすすめです。プチ衣替え断捨離、今日お伝えしたいこと2つあります。1つ目手順について、2つ目効果について、以上2点についてお伝えしたいと思います。1つ目の手順について、ポイント4つあります。1つ目、超厚手のものだけを洗濯もしくはクリーニングに出してしまうということです。例えて言うなら、厚手のダウンとかロングコートのようなものですね。まだまだ寒い日がありますので、コート類とか、ダウンも薄手のものとかは取っておいていただいて、厚手のものから洗濯にもう出してしまうということです。第一段階、まとめて全部を4月とかにやるのではなくて、この段階でやっておくのがいいのかなと思います。ヒートテックのインナーとかを着ていただければ、上が薄くてもそんなに寒くないと思いますので、そのような感じで調整して、すごく厚手の上着はしまってしまうというのがいいのかなと思います。2つ目、ストール、マフラー類の見直し。これ私も自分が抜けてたところだったんですね。でストール、マフラー類で引き出し2個分私実は閉めていまして、そこを断捨離するっていう意識に自分が至ってなかったんですけれども、何年も触ってないストールやマフラーがあるなっていうことに気づいたんですね。徹底的に見直しまして、いろんな色をこう取り揃えてたりしたんですけれども、する色としない色っていうのがありまして、しない色も何年も使っていないストールやマフラーっていうのを断捨離することにしました。それでストールやマフラーが今半分ぐらいに減って、すっきりして引き出しが1つ空きましたので、そちらをまた別のものにこうゆったり入れるところになってよかったなと思っています。3つ目、捨てる見極めの方法です。私の場合はそんなに服の数がないので、であと毎日洗濯する人なので、ヨレヨレになってきたりするんですよ。すごく好きだけれども、これはもう着倒したからさよならしようっていうところが一つと、今シーズン一度も出番がなかったものっていうものを見直してみるっていうことですね。この2点で随分断捨離が進むのではないかなと思います。4つ目、メルカリに出すということです。これ私は自分自身はやってないんですけれども、子供がいる人はぜひ子供にメルカリに出させるということをやってみるととてもいいと思います。でメルカリの仕組みが分かって、子供にとってもいい勉強になりますし、これが売れるか売れないかっていう、こういうのが高値で売れてこういうのはあんまり売れないんだっていう、その市場を知る子供にとってのすごくいいチャンスでもあると思うんですね。私自身はその時間がないのでやらないし、どんどん断捨離したいのでやらないんですけれども、最近は自分がいらないと思ったものをとりあえず全部娘に見せて、で娘がその中から選んで売れそうなものをメルカリで売るっていう風にしています。結構な値段で売れたりするものも中にはあったりして、全然これ売れなかったって言って結局処分するものもあるんですけれども、私自身も娘を通じて、そのこういうものが売れるんだな売れないんだなっていうのが分かりますし、面白いです。その売れたお金は娘のお小遣いとして全部あげるっていう風にして、手間賃として関係にしておくと、娘も心よく引き受けてくれるので、お子さんいる方はとてもおすすめの方法かと思います。2つ目、効果についてです。プチ断捨離で少し早めに衣替えをすることによってやる断捨離の効果なんですけれども、2つあります。1つ目、真冬用だけをまずやるということで、厚手のものだけ、セーターとかダウンとかそういう厚手のものだけをやることによって、いっぺんにやらないので負担がなく気軽にできるということです。で2つ目、完全に季節が変わる前に心の準備ができるということです。もうここでちょっと取っかかりを作っておくことによって勢いをつけるというか、整理しようっていう気持ちに自分がなれるというメリットがあるのかなと思います。今日のまとめです。プチ衣替え断捨離、お伝えしたいこと2つありました。1つ目、手順について4つお伝えいたしました。1つ目が
すごく厚手のものだけを先にしまう。2つ目、マフラーストール類の見直し。3つ目、何を捨てるか見極める。4つ目、子供にメルカリに出させる。その効果について2つお伝えしました。1つ目、いっぺんにやらないので気軽に負担なくできる。2つ目、本格的な衣替えの準備として取っかかりとなりやすい。以上お伝えいたしました。皆様いかがでしたでしょうか。春めいてきてウキウキする気分はあるけれども、まだまだ寒い日もあるというところで、まずは厚手のものから少しだけプチ断捨離ということでやっていただければいいのかなと思います。今日の総まとめです。プチ衣替えで春への準備断捨離をしてワクワクして中切れになれたら嬉しいですね。今日は以上になります。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次の YouTube でお会いいたしましょう。